埋めさせてか伝えようと思ったことだったけど始まった。はい、リベンジ。リベンジです。すいません、私の携帯がポンコツすぎて、エリの携帯で、私のアカウントログインさせていただき、はい、今つないでおります。今日は何の日でしたか、もう一度。今日は、私がすっごい尊敬してやまない、若者3人、 Fridays for Future Japan で活動してる子たちなんだけど、鈴鹿とカズとイサオを呼んで、こう今のね気候危機が大変な中みんな活動しててどんなことを考えてるのかっていうのを聞いてきます。はい、はい、じゃあ招待するね。いいかもしれないって今日思った、うん、あまりではまた別の方法が使い方がある、リサイクル。ハローハローハロー。なんかなんかお決まりになったね、はい、なんか最初に切れるっていうのが最初に切れるお決まりだよね。そう、リリアンのせいですね。いや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 、ごめん。みんなどこまで聞こえてたんだろう。リリアンたちがどこまで聞こえてたのかなっていうのも気になる。そうそう、うちらもずっと喋ってたからさ、カズくんがカズくんの話を受けて、そうだね、もう話すっていうところで切れちゃった。そうそうそう。ああ、そっか、前例主義の話、うん、あ、そうそう、前例主義の話、うん、は終わ、ね、の終わりまでは話せたのかな。話してた？話してなかったか。オッケーオッケー。なんか簡単にさっき喋ってたこと言うと、それこそ日本の政府は今までエネルギー政策を決めてから気候変動政策みたいな経済優先みたいなとこがすごい最初にあったのが、今回それこそ気候変動政策 NDC 先に決めてから、これからエネルギー基本計画とかその再エネ目標、原発目標とか石炭の目標とかを決めるみたいな風に順番が変わったことって今まで本当なかったことだと思ってて、それを踏まえると本当に何だろう、今日本って本当にさ、なんか前例がないからやらないっていうのが言い訳になるじゃん、うん、でもこれが今回そのできたんだ、気候変動 NDC を先に決めてエネルギー政策をそれを元に作るっていうのができたってことだから、うん、これから先もそういうふうに変わっていくっていう土壌ができた、うん、今回はアメリカからの外圧だった部分も強かったかもしれないけど、うん、そう、それができたってことは今後それをベースに気候変動政策がさらに重要視されるってことの土壌ができていくのかなっていうので、ある意味すごいそこは良かったのかなって個人的に思ってるっていう話でした。今回さっきさ、電波が切れちゃってさ、最初に3人が 46% NDC が46になってからどういう風に感じてるかっていうところがちょっとアーカイブされなくて、すごい本当残念だよね。めっちゃいいこと言ってたの話だった、ね、なんか、うん、私とかはさ、やっぱりなんか悲観的になっちゃう部分とかがすごいあったし、なんか、こうやっぱりまだ消化できてない部分とかってあるんだけど、やっぱり3人がなんか自分たちが変えていくっていう風にモチベーションの一つにやっぱりなったっていうところがすごく自分にとってなんか話を聞いててなんかすごい勇気づけられたし、うん、何か本当にそれ聞けてよかったなって思ったんだけど、なんかこの前ピースフルクライメートストライキを私たち2人でやって、うん、なんかで今私は政治のプロジェクトも両方やってるんだけど、どうやったらその人を巻き込んでいけるかって、それってもう永遠に私たちのこの課題じゃん。そうだね、わかるわかるわかる。もうなるべく多くの人に届けたいだし、その届けるためにはどうしたらいいかっていうふうにすごい考えたのね、うん、でなんか PCS は本当に今まで届けられなかった人にも届けられたなっていうふうに思えてるんだけど、うん、もちろんもっともっとねしたいと思ってるけど、うん、でなんかその中でも私は、30代後半だから、多分私が発信することによって私の年齢高い人にリーチしやすいかなって思っているんだけど、なんかいろんな世代の人がそうやって自分の周りを変えていくっていうことがすごく大事だなって思っているんだけど、でもやっぱり、うん、若い人たちが立ち上がるっていうことがある種私は一番説得力があるって思っていて、
だってこれからの未来だから。でそういった時になんか若いみんなが若い人たちをこう盛り上げていくのってどういうところを考えて注意してやってるのかなってちょっと聞いてみたいなと思ってた。うん、誰が行く？逆、鈴鹿から行ったら今回。OK。なんかもうそれって本当永遠の問い、うん、だからもう私もずっとやってきて、なんかね、一つ前、ずっと前なんだけど、みずほアクションっていうアクションがあって、それって結構いろんなね、いろいろね、なんか、イサオと、私もさ、受験帰りの新幹線の中でさ、イサオにさ、明日やるからさ、鈴鹿も手伝ってよって言われてさ、お、受験終わりですごいもう急に来るなとか思いながら、いきなり私もやったんだけど、その時ってなんかすごい一ついい、私はいいアクションだと思ってたの。うん。それってさ、やっぱり日本って、そのデモとかってさ、受け入れられない風習じゃん。そのなんていうのかな、あんまりさ、参加したらさ、いろんな人からさ、冷笑されたりさ、そんなんで社会変えられるわけないじゃんって言われてさ、すごいなんか、絶対になんか、それが一つの政治参加っていうふうにはもう認められてなくって、ただの暴動だっていうふうになんか見られてる中で、やっぱりそうじゃない何か、例えばさ、それをさ、全くさ、反対意見を言っちゃうとさ、日本ではさ、意見を反対してしたらさ、その人の人格まで否定してるみたいになっちゃうじゃんか。うん、それをなんかやんないように、なんか、一緒に頑張ってこうよ的な、一つの敵は気候変動で、うん、あのみんなが変われば、ちゃんと社会システムが変われば、なんか世界が変わるみたいな、みぞ、うん、なんだっけ、チェンジザミゾ、チェンジザワールドみたいなやつあったじゃん。チェンジミゾ、チェンジザワールド。そう、それを結構頑張ってよ、みぞ。みぞが変われば世界が変わるんだよっていうメッセージ性で、結構やったのが、その時私は、でも今までのその参加者より結構多い参加者が特に東京では集まってると思ってて、それって自分がやっぱりこの世界を変えたいって思ってる。否定はしたくないけど、この世界を変えたいって思ってる人たちが参加できたりだとか、それなんか風習でみんなから笑われたり、冷笑されたりだとか、なんかしなくても参加できるような、なんか新たなアクションが必要だなって思いながら、でもこの運動っていうのが一つのなんか、なんていうの、未来の政治参加になってほしいなって思いながら、みんなになんか受け入れられやすいそのデモとかは考えていきたいなっていうふうにはずっと感じているで合ってる。今だからそれをずっと考えてるかな。なんかそのに対してするとかなんか、うん、っていうところだけがクローズアップされがちじゃん。なんかこういう、そう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 、私たちの新しい未来を構築するための変化で、なんか否定ではなくてみんなの変化を話していくっていうはずなのに、なんかすごい過激なことだったりとか、なんかすごいなんだろうな、 ある種その社会性がないとかさ、なんか、うん、確かに捉え、なんか理想主義だったりとか、なんかそういうふうにやっぱり捉えられちゃうところはあるけど、なんかすごい本当はリアリティのある話だし、みんなにとっていい風に進んでいこうっていう話のはずなのに、そこの理解がもっとされるといいのかな。そういう私たちも多分心がける、そう、うん、あの否定じゃないんだよっていうところを心がけていくことって大事なのかなって今すーちゃんの話を聞いてより思いました。そう、なんかあと一つ何か言おうとしたんだよね。なんか言おうとしたけど忘れた気がするから、思い出したら言う。じゃあカズどうぞ。そう、めっちゃ同意で、ポジティブなメッセージングっていうのがその人を巻き込む上でいかに大事か、うん、要求をしていかないといけないところはある。企業とか銀行に対してしっかり要求をしていく。例えば昨日エクソンモービルのなんかすごくメッセージングがさ、みんなの消費を原因にして気候変動を、僕たちがその生産をしてるんじゃなくて消費が原因だっていうふうにいろいろ押し付けるようなメッセージングを発してて、それがすごく気候変動問題を、そう、矮小化してるっていう、その言葉の使い方がされてるっていう論文を昨日パラッと読んでたんですけど、っていうので、そういうところに対してはしっかり訴えていかないといけない部分はある、うん、けど人を巻き込む上ではやっぱりポジティブなメッセージングが本当に大事だと思っていて、うん、僕が特に意識してるのは、その今あなたの行動がその未来への投資だよっていうところを、うん、その未来への投資っていうところをすごく大きく伝えていくことやなと思っていて、でその例えば今その危機管理だと思うんですよ。なんかその行動はすごく危機管理的な、そのどういうふうに対処するかっていうところやと思ってて、で例えばその今年の夏
すっごい大きな熱波が襲ってきて日本を8月にすごく大きな熱波が覆うとする。でその時に感染症の拡大が重なるとする。ピンポンだった。リアルです。 EDGM や。そう、例えば熱波とさ感染症の拡大が重なった場合、病棟のね、その数が限られてるわけだから、そこで命の選別ってものが起こってしまう可能性があるわけやん。でこういうのってこれから気候変動も、うん、が進んで感染症とかのリスクが高まったらもっと起こりかねへんことやねん、こういう複合的な災害が。そういう時に果たして今私たちが何をすべきかっていうところで、こういうことを軽減するための行動をするっていうのは当たり前の話やと思う。というのでなんかどうしてもこの伊沢とかがいつもノートで発信してるように、ホッキョクグマがやばいとかサンゴが枯れてるっていうところで普段そういうものを目にしてないからすごく自分の問題というふうに結びつきにくいけど、普段起こっていること、例えばコロナの感染と気候変動の関連性であったりっていうところをしっかり友達とかにも伝えていくことが、あ、自分もそれにすごく変わってるんだよねっていうことをすごく理解してもらって一緒に行動するようなきっかけになると思うから、本当にそこをすごく意識してる、超意識してる。そうよね、うん、なんか 俺が思うのは、そうなんか鈴鹿が、うん、みずほアクションについて多分知らない人もいると思うので、みずほ銀行、まあ、最近は方針がやや変わったマシにはなったんだけど、石炭火力発電の輸出に、まあ、めちゃくちゃ投資をしてて、まあ、つまり俺らが預けてるお金が海外で石炭火力をバンバン建てることに使われてると、つまり温暖、うん、気候変動を進めるために俺らが金を払ってるみたいなもんだっていうような状況だったのに対して、まあ、石炭の投資をやめろっていうことを求めるアクションをみずほ銀行の本社の前とか全国の支店の前でやったりってことをやって、まあ、結果的にその株主総会にもフライデーズとか NGO の人たちが行ったりして、みずほがまあ、ね、方針を変える、原則やらない、まあ、抜け穴はあるけど原則やらないっていう風に変わったってことがあったのがまずあって、でなんかそのアクションっていう観点で言うと、個人的にすごい、まあ、一番学びが大きかったのは、三菱商事とか他の企業がベトナムに石炭火力を輸出するっていうアクションの時に、まあ、ここにいるカズーも一緒にやってたけど、公開質問状を出すっていうので、フライデーズはいつも反対するっていうアクションをしてたけど、まあ、なんかその時もグレタとかに頼んで出てもらって反対しますって動画を出したりしたんだけど、そこのタイミングでその他の学生たちがこうなぜ石炭火力を輸出する、石炭火力を輸出するって本当ですかっていう、なんで やるんですかみたいな、他のじゃできないんですかみたいな対話的なアプローチを取ったら、その世論からの反応がめちゃくちゃ良くて、その反応だと、その反対だと今まではなんかいや社会も知らない若者がみたいなことをバン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 バックラッシュが来るみたいなのがすごい強かったのが、その質問をするっていう、その厳密な批判じゃなくて対話っていう形にすると、これどうなのか気になるみたいな、そのただただ一方通行なコミュニケーションじゃなくて、その双方向でなんでできないんですか、なんでできないんですかっていう対話をして、互い の状況を理解し合いながら解決策を考えていくみたいなアプローチを取ると、すごい今まで反応してくれなかった議員さんとかインフルエンサーとかいろんな人たちがやったりとか、それこそニュースピックスとかでこういう動きをしてる若者もいるみたいなのが書かれたりだとか、みたいな、その日本だとやっぱ対話みたいなアプローチをするっていうのがすごい好まれるんだなっていうのがすごい結構大きな気づき。ただそれ同時にみずほアクションの時に、それこそ頑張れ頑張れみずほっつって、頑張れ頑張れ出してきたんってことを言ってたんだけど、それに対してただその石炭を建てるっていうことによって現地で大気汚染が発生して、反対運動、ベトナムだとそれこそ社会主義国だから反対運動を起こせない、起こすともう殺されてしまうっていうような状況の中で、それを投資してるみずほを頑張れっていうのは果たしてありなのかっていう、そういうまあ、可視化されてない暴力だったり書き消されてしまってる声がいるっていう状況の中で、ただただ応援するっていう状況構図だけではその十分表しきれていないんじゃないかっていう批判ももらったりして、そこに関してはだからなんか前向きで建設的な方法を取っていくのも大事だけど、なんだろうな、その、まあ、静かな暴力というか構造的な暴力をいかに可視化していくかってことも同時にやっていかなきゃいけないなってすごい
どう双方向のコミュニケーションを取られていたのでしょうか。それに関しては、実際に公開質問状って言って、これなんでなんですかみたいな、なんでやるんですか、投資基準から見ても座礁資産化しないんですかとか、いろいろなんか5個ぐらい質問を出して、企業に送って回答をもらったやつを公開してみたいな、またそれベースに質問をしてみたいなことを行ってました。文案2にやってきた、ね、はい、そう、文案2、そうそうそう、ももちゃんがそう、ももさんがやってたやつ。なんかさ、さっき、まあ、未来への投資の話を聞いてたじゃない。で、なんか私もそう思っているし、なんか未来を自分たちが作っていくっていう風に思ってやってると、なんか私はさ、この年齢でその10代の友達とか20代前半の友達が多いわけじゃないから、みんながどういう、でももっとすごく大きな意味でだけど、今の10代や20代がその自分たち その未来を作っていく、構築していくっていうことに対してどういう気持ちでいるんだろうって思ってて、なんかやっぱりなんかこう、はい、ちょっとなんか、まあ、政治参加意欲も含めてだけど、何か自分たちの声が未来を作っていくっていうのが、まあ、私たちの若い時もそうだったけど、なんかすごい私の周りにさ、みんなみたいなさ、きちんとその前を向いて未来を作っていこうっていう若者がすごく多いけど、世の中を見てると、なんかまずその自分たちが未来を作れるっていう可能性すら感じていないとか、うん、あとはある種のなんかこう、なんだろうな、こう閉塞感というか、どうせやってもなんとかでしょ、諦めムードみたいなものがあったりとかで、それはやっぱり大人たちが強いてしまってるものかなと思うんだけど、なんかそれってどういうふうに感じてるんだろう、実際自分たちの周りは。みんながみんなほら、気候変動のこと、正しい事故ってやってるわけじゃない、うんうん、確かに、うん、なんか僕持ってるのは、それは本当に事実で、そこがめちゃくちゃ大事な問題っていうか、その周りがなかなか訴える人がいない中で、うん、自分だけが訴えてると、結局自分、その少数の例えばエリートチックな人たちがこの状況を作ってしまうということにはなりかねないっていう状況が本当に今あって、うん、でもそれ原因って何なのかなっていうことを考えた時に、自分がその世の中に関わってもなんか何の意味もないとか、うん、世の中なんか変えられないって思ってしまう大きな原因の一つは、そう思わせる場がないことやと思っていて、例えば学校とかに行ってて、自分たちがなんか生徒会の選挙とか、先生にこういうなんかクーラーボックスをつけてとか、そういう声を届けるときに通ること全くないんですよこんな校則おかしいとか言ってても通ること全くないし、先生も聞く耳持たんし、学校でもそういうことを経験してたら、もう世の中こういうシステムは変えられないんだなっていうふうに勘違いしてしまうじゃないですか。本当にそれが大きいなと思っていて、だからまずは僕たち自身でそういう対話の場を作っていくっていうか、みんなで社会を変えられるっていう、その変えられる社会を作るっていうところが本当に一番大事やなと思っていて、そうすることによって自分たちの声を届ける場所がある、だからその声が届きやすいようにいっぱい勉強をしよう、みんなで話し合おう、でそれによってこうなんかいい循環が発生すると思って、今はどっちもこっちがないからこっちもないみたいな、そのすごく悪循環になっているから、そういう場をこっちからこうどん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 みんなと対話をしながら作り上げていくっていうところが一つキーになっているんじゃないかなと思っている。うんうんうん、確かに、なんかあれだよね、変化を起こすみたいな成功体験みたいなのが多分すごい大きいよね、うん、そう、俺も高校の時にすごい恵まれたなっていうのが、うんうんうん、なんか先生がすごい、もういくらでも授業をジャックしてくれて構わないっていう風に言う先生で、うん、もうなんかいくらでも気候変動の話していいよみたいな、プレゼン企画書書いてくれば企画書、気候変動の授業やっていいよみたいなことを言ってくれる先生で、だから自分が学びたいことを提案するみたいなことができるみたいな、だから多分本当に学校とかで理不尽をもうそのしょうがないから受け入れるみたいな、ことがマインドセットとして植え付けられるみたいなのもすごいあるよね。なんかこの間リリアンと、これなんかすごい飛躍しちゃうんだけど、
この間リリアンとスズカと喋ったライブでもさ、エジプトの植民地化の話をすごい したじゃん、うん、で実際植民地化をしていくときにその支配しやすいような形にあの市民を作り変えていくっていうののプロセスの中ですごい重要なのがやっぱ教育なのね、うん、で教育でそれこそ真面目にならなきゃいけないとか先生の言うことを聞かなきゃいけないとかあの権力っていうものをからあのがいてそれを踏まえて自分たちはそのなんだ言うことを聞くような人間にならなきゃいけないっていうようなものを植え付けられていくことによってどんどん植民支配されやすいようになっていくっていうことを踏まえたりするとやっぱり学校とかで理不尽をだからこうだからもうこうなんだみたいなあの、うん、ルールなんだから変わんないからみたいなことをなんか疑わずに受け入れてしまうっていうこと自体もやっぱりそのすごいものすごい大きな社会 の支配しやすい人間になってしまうみたいなことを作り出すところにつながってるのかなって。そうだね、まあ、人たちが支配しやすいようにその教育現場やなんか校則みたいなものが作られてるという感覚は私の時代からあったと思うんだけど、うん、なんか私、うん、あの本当に太郎くんが今言ったみたいに私は高校時代すごい恵まれてたなと思っていて私の学校ってめちゃくちゃ強くの学校だったけどだからなんかやっぱり先生たちもなんか本当に自由を重んじてるし、メーデーとかもみんなでも行って、すごい行ってみたいメーデー最高休みみたいな、うん、うちらイエーイみたいな先生みんなでもイエーイ休みみたいな感じだったけどでやっぱり自由あもう君たちが自分で自分たちの人生を決めなさいで彼も自分たちが選択できたの高校の時から自分が何を学びたいかを大学みたいに選択して授業を受けられたんだけどそれも自分たちの自由選択の自由においてあの決断をしなさいって言われててただ自由だからいいってわけじゃなくてその自由だけに責任があって、うん、その自分の責任下において就職選択をしていきなさいねっていう教育だったんですね。でそれによってなんか何を選ぶか自由だけどその先にあるのはあなたの人生だからねっていう風な教育方法、うん、そこまであの直接的には言わないにしてこういう方針なんだなっていうのはなんか自分たちも思っていてでなんかその時にすごいなんかやっぱり自分たちの選択が自分の未来を変える自分の人生を変えるっていう風なことを学ばせてもらったのはすごく大きかったと思うしでそれこそが教育のできることなんだろうなって思ったわけ、うん、だから自分もこの気候変動とか政治のプロジェクトをやってる時にみんなで話したりとかするときに最終的にやっぱり絶対にあの戻るところが教育だなってなるよね。なんか、でもいいよ。だし若い子たちの教育が変わればってなるけど時間もあんまりないしそもそもなんか教育学ぶことってさいくつになってもできるあの常にやっぱりになってもいつでも学べるよねと思う。私も学んでるもん。うん、私も、うんうんうん、死ぬまで学び続ける姿勢っていうのがめっちゃ大事だな。うんうんうん、だからなんか若い子たちが関わればってだけ、うん、もちろんそこも変わっていく必要があるけど、うん、でもその今教育現場を変えていこうってなった時大人たちも変わらないから、うん、教育の話を考える時に、ね、ただただ子どもたちのキッズたちの話とかじゃなくてもう教育構造上を変えていかなきゃいけないときにあらゆる世代の人たちが同じ方向向いていくっていう必要があってなんか共通言語、うん、共通意思みたいなものをきちんとなんか明確にして必要はどのなっていてもどんなトピックからにおいても必要だなって、ね、なんかあいいかな聞こえてるうちの声、うん、なんかうち逆にきっとそうイサオと出会った時にあのびっくりだったのイサオと出会った時にあのリリアンと出会った時でもあるんだけど制服着て金髪なの
考えてみ、うちの学校じゃ絶対ありえないのね。じゃあ、しかも、そのね、うちの学校は、その、本当にデモで政治は変えれると全然思ってないと思ってたし、その、本当に受験勉強しない人たちが意味わかんないみたいな。で、なんか正直ルールを変えるとか、それ以前に雰囲気を変えることができないのよ。なんか、もうそれが本当大きくって、私の中で。なんか、そういう体験をしたいときっとみんな思ってるけど、でもなんか、私たちの中ではきっと、将来、自分たちが、この頭が良くなって、大学に、いい大学に入って、いい会社に入って、なんか変えていくんだみたいな気持ちが、うちの学校ではあったなっていうふうにはずっと考えてて、結構、うちらの高校って、結構いろんな、ね、大学行ったりだとか、結構な、いわゆる、進学校って言われてた場所で、なんか、まあ、部活やって、その後受験で、行って、みんな、いわゆる旧帝校って言われる、その、なんていうのかな、国公立、頭のいい高校、国公立に入って、その人たちの名前が載るっていうのが、東大、京大に何人行って、で、名古屋大学に何人行ってっていうのがもう、で、毎回そこで比べられるの。毎年、こんだけの人が行きましたっていうふうに。で、それをクリアするための勉強をして、それをクリアするための、なんか、雰囲気の中にいるから、別に、それ、だそこにいれば幸せだと思ってるの。で、この本が面白いなって思ってて、絶望の国の幸せな若者たちっていうのが、これ面白くて、なんていうのかな、その雰囲気だけでもきっとみんな幸せで、中にいるだけで幸せなんだけど、なんか、なんていうのだろう、私が一つ良かったのが、あるイングリッシュキャンプに参加した時に、あ、世界って違うんだって思ったの。島国に暮らしてた原始人みたいな感じ、高校の中が。だからなんかその雰囲気を壊そうっていう風、なんていうのかな。別にその中にいれば幸せだし、みたいな、なっちゃう。でも、その周りでは本当は危機に脅かされてるけど、それに気づかされないで、で、結局きっと何か失った時に気づくんでしょっていう話で。でも、ごめん。ん？あ、聞こえてるわ、千里さんの声があんまり聞こえない。聞こえる。聞こえてる？あ、聞こえてる。今聞こえる。OK。大丈夫かな。なんか言って。うん。あの話さ、なんかやっぱり若者の投票率とかにもすごい関係する話だなと思って、なんかやっぱりある種、この長期政権の中で結構長きにあたって育ってきてるわけじゃん。でさ、うん、やっぱりその、それが、それ以外知らないし、そのっていう中である種これが安定的な統治なんであるっていう感覚、うん、だからそれでなんていうの、じゃあ政権交代だったりとかっていうことを望まない、ある種今が、まあ、ベストみたいな感覚っていうのが、本当は実質的に全然幸せじゃないはずだし、もっと望んでいいはずなのに、なんか望むことを許されてない感覚っていうか、でかその自分たちが変えられるっていう意識も持たされてないし、自分たちの声がどれぐらいの大きさのものなのかっていう感覚もやっぱりそれを持たないように育てられてるって私は思うし、プラス本当になんて言うんだろうな、このじゃあ政権交代があったりとか、もっと私たちの国民の声を聞いてくれる人たちの議員数を増やす、座席数、元素を増やすみたいな、奇跡を増やすことで何か未来が変わっていくっていうことの想像ができない、うん、言ってた本じゃないけど、なんか作られた声を上げることを許されない、なんか社会みたいなのがすごい感じる、うんうんうん、だからなんか自分たちの声はすごく実は大きくてすごい重要なんだよってことをすごい私はすごいいいなと思ってるんだけど、うんうん、あとなんか一つだけいい、ごめん、リリアンがささっきいつまででも学びだって言ったの本当その通りだと思ってて、きっとその私の高校って高校で頑張っていい大学入ればもういい就職作るからいい、そこで終わりなのね、きっと。まあ、もっと学びたい人いっぱいいると思うけど、私もずっと学びだと思ってやってきてるから、で結構その
高校の学びが終わって大学の学びが終わったらようやく意見が言えるんだっていうふうにきっと思ってる人多いと思うの。社会に入ったら言える。だから頭が良くなって、だから私もエリートの運動になってしまわないようにってそういうことだと思ってて、なんか頭がいい人だけがそのなんか入れてしまうっていうのがなんかすごいそれを望んでるかのよ、みんなが。なんか頭が良くなったら私の声が届くかもとかで、結局その時になって届かなくて、結局なんていうのかな、学びってほんとずっとあるはずなのに、なんかな、全てをそこで吸収できちゃうって思っちゃってるけど、なんかその人たちを否定してるわけじゃないけどっていうなんか風な流れになっちゃってるなっていう風に私は高校にいて本当に感じてたから、伊沢にヘルプ求めたし、だからフライデーズフォーフューチャー名古屋だけじゃなくてジャパンっていう場所で頑張りたいって思ったから、伊沢たちとなんか作ってっていうかプラットフォームを作ったっていう流れは自分の中ではすごいある。ごめん、いいよ、ごめん、リリアン。なんかその常に学びだっていう、結構あのまあ私市民ムーブメント系のやつ見てる中でよく言われてるのが、あの文化としてその社会に植え付けられてきたこうであるものっていう学び、学んできた身につけたものを捨ててくっていうか、なんかそれをこういう問題を壊していく上でまた新しく学ん、じゃあ実際の真実は何なんだろう、真実の私の力って何なんだろうって気づいていけるから、こう捨てていく、今まで学んできたことを捨てて新しくっていうのをどの世代でも常にやっていくっていうのが、なんかただ学ぶじゃないなって思った。わかる、うん、なんかあのすごい思ったのが、そう、めっちゃリリアンの部分に共感で、捨ててくみたいな部分で、うん、その高校の時に世界ってこうあるべきだっていう風に学んだことが大学に来てどんどん崩れ落ちてる感じがあって、それこそそのなんだろう、先進国がいて後進国がいてみんな同じ形で発展しなきゃいけないとか、なんかみたいなのとかがあのすごい、なんだろうな、なんだろう、途上国はあの日本の助けが必要なんだみたいな、日本みたいにならなきゃいけないんだってのも押し付けだし、文化を押し付けて現地の文化否定してるしみたいな、で結局そういうのが気候変動の根本にもあったりとかするしみたいな、なんかその正解だっていうふうに教わったことが実はものすごい暴力的なことを教わってたりだとかみたいなのも、だんだんどんどんそのほぐして捨てていかなきゃいけない、うん、アップデートしていかなきゃいけないって、それもそうなのと、あともう一つそのなんかロールモデルがいないみたいな、そのあの部分でもやっぱりなんかその高校、今の高校とかでそのこういう大人になるべきだみたいなのって、やっぱものすごい家父長制の社会の中の理想像を押し付けられてるし、結局その大人、男の人たちが文科省とかで考えたようなものをあの押し付けられて、それに当てはまらない、それじゃあ自分の未来は作れないからって言って、それこそフェミニストの人たちとか性教育のことで声を上げてる人たちとかが、自分たちはそれを受け入れないで自分たちなりのものを作れるんだっていうふうに声を上げてきてるっていうのがあって、フライデーズだけじゃなくていろんな形で自分たちなりの未来の描き方があるんだっていうことを示してる人がものすごくたくさんやっぱ増えてきてると思ってて、なんかそういうものをどんどん作っていく、そういうロールモデルを作っていくってこともすごい希望、なんだろうな、ポテンシャルにつながるのかなっていう、ってことがやっぱ必要なのかなってのはすごい思う。で、そのさ、そのロールモデルっていう面で、ある意味みんなを代表するような存在じゃん、ロールモデルっていうのは。で、その人は賢い人ではないと思ってて、そのさっきから思ったのは、その僕たちのなんか民主主義、まあ、みんなの声を取り入れるシステムでは、その間接性の誰かを選んで排出して国に入ってもらおうっていうようなシステムやけど、なんかこの人が賢くないといけないみたいになっていて、でも僕は一概にそうは言えないと思っていて、なんかさっきあの教育の中のさ、その自由な選択っていうところがあのキーワードとして出てきたけど、その自由な選択を与えられることで選んだ先にあなたの決断だよねっていうところって、結構自己責任につながってしまいかねないなとは思っていて、そのあなたは決断、選択ができたから、あのそれができなかった時は自己責任だよねっていう風になっていて、でもその選択を与えて、その選択ができない人に対しても
ちゃんとその救いを与えていくっていうか、セーフティーネットかな、なんかそういうあなたには選択をする権利があるし、それを増やしていくっていうのが社会の役割で、なんかただそれができなかった人で、選択ができる人の中で賢い人を選んで決めてっていうことで、その選択の機会に恵まれない人たちを排除してしまっているような社会ができているのではないかなというふうに思って、政治の中でも社会の中でも選択できない人を排除してしまって、でそれが結局僕たちに返ってくる、あ、聞こえてる今、その声を上げられない社会とか、賢くないと声を上げられないよっていうふうに なっていると思っていて、そうじゃない、だから僕たちのあるよね、なんか、はい、こういう人が正しくて、こういう人が望まれてて、こういう人が社会なんかある種目標みたいなものが結構ちゃんと、なんていうのかな、うん、ありすぎて、私とかは多分勉強も嫌いじゃなかったけど、でも私は絵を描いたり写真を撮ったりとか、なんかそういうものを作るっていうところがすごい忘れたから、うんうん、でもやっぱり勉強しなきゃいけないっていう学校にいたから、最初はね、だからそこのなんかギャップ、でもそれを選択することがフェイルドっていうか、自分が落ちこぼれとか、なんかちゃんと勉強をするっていう選択をできない自分がなんかダメな人間だって思わされる、なんか分かる分かる、そうそう、超わかる。今なんかこういう人たちをそのちゃんと救ってあげる、カバーしてあげるっていうのももちろん大事だけど、それこそそのダイバーシティじゃないけど、いろんな職種があって、いろんな生き方があって、うん、でされるっていう、スーちゃんっていう雰囲気作り、世の中の雰囲気作りっていうところ、受け入れる土壌をやっぱり作っていく世の中を目指していかないとね。なんかそれってあれだよね、すごいブルシッドジョブとつながるなってすごい思ったんだ、なんか結局やっぱそのなんか勉強できる人がコンサルになっていくみたいな、でも結局コンサルってブルシッドジョブじゃないみたいな、あのなんか官僚になってそのプリンターをあのなんだあのペーパーレス化されペーパーされてないからプリントをするのに3時間やって深夜3時に帰るみたいな、みたいな仕事についていくみたいな、なんかそのシステムに取り込まれていく仕事がいい仕事だって考えられてて、うん、エッセンシャルワーカーの人たち、それこそあのすごい大事な仕事をしてる人たちがそのなんか大したことしてないじゃんみたいに言われてしまうみたいなのも、結局そのなんかいい人間こうあるべきみたいな理想像がすごい凝り固まってる、うん、あ、わかる、もうなんかさあ、リリアン、あ、いいよ、リリアンいいよ、そもそもみんなさ賢い人とか言ってる、賢い人が上に上がっていくみたいに言ってるけど、なんかそもそもなんかみんな賢いと思う。それな。こうやったら利益があるよみたいなのに当てはまる性質を持った人たちだけが賢いって言われたりだとか評価されたりとか、あ、で実でそうじゃない人たちは自分はバカだとか役に立たないとか、手間がかかないし頭はないし声には価値がないと思って。で黙っていくっていう、でも実際そういうさ手を動かしたりとか、もっと回るようにさ人たちが社会に出てるとか、人たちが動かないと誰も生きていけないから、うん、なんかすごい大切な人たちのその知性とか技術とか愛とかそういうものが評価されるとか、あるとか、あの今の問題っていうここに本当に人が出ていくこととか、自分自身をなんか自分は価値がないとか声が価値がないと思ってたところをそうじゃないんだってことに気がついていく、でなんか自分だけだと難しいかもしれないけど、自分の友達だとかがそういう風に感じて動けなくなったって状況があったとか、そんなことないよって相手に対して聞いてるから、なんかなんだろうな、じゃあ自分もそう思えるようになろうっていうか、なんかそういうことも結局なんだろうな、理解して社会変えていくの大事だと思った。え、ミヤンの声が途切れ気味？まさかに。そう、なんかちょっとでも聞こえなくはない。だいたいわかる。だいたいわかる。もうほぼわかる。ほぼわかる。ゆっくり喋ったらいいかな。そうだね。あ、そうだと思うよ。でもあれだよね、リアンの言ってることもやっぱなんか生産的じゃなかった自分悪いみたいな。
なんか生産的な日っていいっていうのもマジでそうだよね。でもなんかさ、社会価値っていうのがさ、なんか一緒に住んでるいおりが最近読んでる本に、チャブスとかいう本に、その社会価値っていうものはトイレ掃除をしてる人の方が圧倒的に高かった、その生み出してるトイレ、管理職してるみたいな話が書かれてる本で、なんかただその利益とか生み出してる人たちがちゃんと評価ないと、実際はなんだろうな、そういう人たちの方がこう社会作ってるんじゃないと思うんだけど。うん、いや本当そうだと思う。だよね。いや、うん。なんか、あ、ごめん、ちょっと喋りすぎかな。いや、リディアンすよ。全身に語った。なんか、うん、いいよ、はい。いや、ちょっと、いや、ちょっと今日喋りたいことにつながりそうになっちゃった。強引になっちゃうかもしれないんだけど。いいよ。なんかそれってさ、なんかその、なんだろう。自然もさ、その、なんだろう。経済的な価値って測れないじゃん、自然の価値って。その、ものすごいいろんなさ、その、なんか、すごい大切なのに、自然、例えばなんか木が生えてることって別にそれがそれだけでお金にならないから、別に自然を大事にすることとか、自然をケアすることみたいなのこと自体が、その全部価値基準が利益になってるから、利益にならないものはもう全部スパッと切られてしまうみたいな、生態系が全部切られていってしまうみたいなこととか、そのなんかね、そういうふうに考えると、なんだろう、自然とかなんかすごい世界、もともとは自然でなんか価値とかの話じゃないじゃん、もう大前提みたいな、俺らがいる作り出しているものっていうものなのに、価値っていうので土地とかその財産みたいな概念で考えて、利益にならないから、じゃあこの山は切ってしまおうみたいな風になってるみたいな部分の考え方、根本にもやっぱ問題があるなってすごい思う、ね、リリアもこの間話したけど、木ってただ生えてるだけ価値がないっていうか、切り倒したところから利益が生まれる社会じゃん。うん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 、そこがおかしいじゃん。木があるだけが生きていけるものを提供してくる、木ってそこの土地を絡んで、ちょっと何か使えないお金にならない、なんかそこおかしいよねって、本当に使えないとなって思うよね。なんか、あ、いいよ、うん、なんかそういう意味でも人も意識と一緒で、最近さ、私財っていう言葉が好きじゃないの。人材とかさ、木材もそうだけどさ、材料の材ってさ、そういうことだと思ってて、私は、その、もうさっきからもう本当わかるっていうのが、私は正直高校1年生の時は、いわゆるいい生徒で、いい成績取って、いい大学に入りたいって思ってた人だったの。いわゆるいい人材になりたいっていう人。うん、で、3年生になってそれをドロップアウトしたの。その時に、ああ、私人材として、財として認められないから切り捨てられるんだって思っちゃったのね。で、特に家族がそうだったの。家族がなんか、あなたは、その、なんていうのかな、私はお父さんに、ここの大学入りたいって言ったの。いわゆる最難関大学。で、私はそのためにお父さんにめっちゃお金払ってもらったし、で、急に私が違うことやりたいんだって、結構お父さんの夢を叶えたいっていうのもあったから、なんかそれを手放した時に、もうね、財として認められなくなっちゃって、うん、なんかそれがすごい辛くって落ち込んで、リリアに助けてもらったのね。簡単に今めっちゃ簡略化してよ、私の人生今。で、なんかそれで、その財っていうのが、その自然もそうだよねって言うけど、人間もそう。その財人だから、今さ、すっごい大学でさ、あなたはいい就職つけますよ、この学部行ったらとか、このプログラム取ったら人材になるんですよって言われるのがすごい怖くて、切り捨てられそうとか思って、なんかもうね、それね、自然だけじゃないってことを今言いたかった。どうぞ自然に戻しましょう。でも私の根幹にあるのは、その自然のなんかそういう財では測りきれないものが根本的にはあるから、もうなんかいろいろなスピーチ聞いてる人は知ってると思うけど、うち海っていう、そのなんていうの、海ってさ、絶対にさ、海っていろんなものと違ってさ、財産になんないじゃん。
なんていうか、測られないじゃん、海自体をさ、お金に。それって本当すごいなって思ってて、なんかだからこそなんか愛をか元からなんかなんていうのかな、ごめん言い表せない、どうぞ戻します、はい、ごめん、誰に戻せばいい？そうだよね。言ってたよね。あの、今日みんなに話したいことあったんでしょ？その話も。あ、そう。そうが。そう、それもあって。いや、なんか、ちょっと今日、なんか話したいっていうか問題提起に近いんだけど、はい、なんか、その、すごいさ、やってて、なんか、俺ももともとそうだったから言えるんだけど、なんか別に自然好きじゃないんだよねっていう。それ私と会った時そうやって言ってたよね。そう、もともと会った時にすごい喋ってて、そのなんか考えとして人間と自然がその分離されてる、人間は自然の中にいないものだっていう考え方自体にやっぱすごい問題があるなって、なんでそれが人間って自然から切り離されてるんだろうみたいな、自然から切り離された人間っていう姿がなんで生まれてしまったんだろうみたいな部分とかで、なんか大学ですごいそれを学んでるんだけど、そのやっぱ結構根本にあるのが、その自然の捉え方ってすごいそのヨーロッパ西洋的な考え方で、そのキリスト教のその聖書とかでさ、あの人間が自然を支配するんだっていうことが書かれてるのね、あの創世記の中で、まあ、そういうところからその自然をあの管理するみたいな考えがどんどん生まれてきてて、でさらにその自然と人間を分離することで、自然はあの野蛮で人間はあのなんていうの、洗練されてるみたいな存在で、人間は自然をコントロールしていって、その上下関係が生まれる、自然と人間の中で。でも本当は人間は自然の中にいるはずなのに、あの人間が自然を管理する、何でもやっていいんだっていうことをあのやることによって、どん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 自然があの、まあ、なんか伐採されていったりだとかみたいな、あのでどん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 開発されて人間の手に作り変えられていくみたいなあの考えがなっていく。でもあの原住民の人たちの例えばアメリカのネイティブアメリカンの文章とか読んでると、やっぱ自然の中に人間がいて、あの他の生き物と の, なんかかその関係性の中で自分たちは生かされてるんだみたいな、全てのものと同じような関係性があるんだみたいなことを考えたりしてる中で、その日本の自然の考え、自然の考え方、もともと八百万の神とか言うじゃん、あの、うん、っていうのもあって、なんだろう、日本にその自然を人間から切り離して考えるみたいな考えが入ってきたのも結構西洋の影響だったりする、うん、でも根本から考えていくと、その人間、自然を人間がコントロールできるっていう考え方が気候変動にもつながってる。そうだね、どんどんどん自然から作り、あの自然を搾取していっていいみたいな考え方があるっていう風に考えると、じゃあなんか自分たちはどう自然を捉え直したらいいんだろうとか、日本の中でなんか自分たちらしい自然の考え方って何ができるだろうかなみたいな、なんかそういう文化の部分からも変えていける可能性が十分あるよなってことをちょっと最近考えててっていう話をしたかった。すごい、なんか伊沢がこんなことを話すのね。なんかじゃああのね、会った時がさ、なんか全然そんな、なんか気候変動はみたいな、なんかこれ本当気候変動の捉え方だと思ってて、逆にそれを言えばその自然の問題だから人間は別にどうしなくてもいい、自然環境の問題だからあんまり人にも影響がないっていう、そのつながりが見えないのもそこだと思ってるのね。例えばあのうちも生物多様性から入ってるから結構そうだったの。その人間と結構自分を切り離しちゃ、人間と生物を切り離してる部分があったから、気候変動は自然の一部の問題でしかないって思ってたの。でもそうじゃなくて、繋がってるからこそすごい影響を及ぼしてる。イサオと話せる、これ嬉しい。ちょっと変わったね。ちょっと変わった、本当に。なんか自分はさ、ものづくりをしてるから、なんか、うん、それこそその材料、さ、向き合ってる仕事だと思っているんだけど、うん、で私は人間がものを作っていくこととか何かを生み出していくことっていうのは続けていくべきだって思って、うんうん、でそれはやっぱり私たちに与えられたギフトだと思ってるから、ただ、うん、その今2人が言ってたみたいに、そのものを生み出したりとか、それを価値づけしてそれを流通させたりとかっていう
その先にある、まあ、もちろんその資本主義的なこともそうだけど、先にあるところにバリューがありすぎちゃって、その元々のなんか、まあ、自然だったりとか私たちが生み出してきたもっとなんてオーガニックな部分がなんかすごいどん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 薄れちゃっていっていて、材料、まあ、人材でもいいし、あの木材とかでもいいんだけど、本当は悪くない言葉なんだよそれって。いや本当ね、今悪い言葉になっちゃってるから、なんだろう、心がない言葉になったけど、でも自分は今ものづくりをしていて、そこに心を戻す作業っていうのは全然できる。確かに。だからそこは自分がやってて、なんかそれがすごいいっぱいのお金を生み出す必要もないし、でも作っている人間とそれを受け取ってくれる人たちの心を満たせるものは作れるなと思っているし、その材料っていうものに対して人間がもう一回原点に帰って、それをこうなんだろうな、慈しみながら、でもそれが結局循環して自分のところに戻ってくる、どんな材料を使ったか自分に戻ってくるっていうことをなんか体感することもすごくて、その人間が作って、そういう人間が買って消費した先にそれがどこに戻っていくかっていうところをきちんと自分たちが考え直すことで、なんかその自然との関わり方、もうすごく大きく言っちゃうと自然との関わり方だったりだとか、その財となっていく、まあ、この世の中をまあある程度まで動かしていく素材としてのなんか向き合い方みたいなものがどんどん変わっていくかなって思う、期待は知ってる、なんか自分がやなんか戻せるっていうワードがすごい、そのなんていうのかな、その人材が捉え方を変えるっていうか、なんか違う風に見ればなんか戻せるっていうのがすごいちょっと希望だなって思った、なんか、わすごいな、考え方変わるねこれ、ありがとう。あとカズーの意見も、あ、ごめんリリアン、ごめんね、木材とか木のそのままで存在価値がないとかいう話で、こう買って切って土地を使ってとかって言ってたけど、壊し続けないとお金が回らないっていう、でしかも、どんどん激化して新自由主義が回ったあたりから、安く大量にっていう風になってるというか、特に必要以上に物を作るってこと、なんかそもそもそこがすごく大きい原因になってるのかなって思った。なんかそんなにそれこそ作っていくこととかさ、生み出していくことって人間のね喜びだに備わってるものは同じことで、確かになんかそうかそうか、そこのやっぱ結局何、基本主義、消費主義って言ったら、大量消費って言ったら、なんか今あるこの、なんだっけ、まあ、だんだん市場主義じゃない？何し、え、聞こえなかった。何の市場主義じゃない？なんだっけ？何の市場？数はどう思ってきてるの？めっちゃ興味深い。まずイサオの観点から、その西洋のあと日本の、あの自然観の違いっていうのは、あの大きく庭に現れてると思ってて、庭ね、はい、あの西洋の庭ってシンメトリーを大事にする、対称を大事にしていて、シンメトリーってこの左右対称、だからあの西洋の庭園は右を見ても左を見ても、例えば折り紙で折り返せば全く同じになるよねっていう、その管理をすごく大事にしているけど、日本の庭って比較的その自然のありのままを庭に取り入れる、自分の生活の中に自然を取り入れるっていうそのやり方をすごく大事にしていて、で多分こういう価値観は西洋の、なんだろう、あの人間が自然を管理する、神に与えられた自然をその役割を持つ人間が管理するっていう考え方がこっちにこうどん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 あの進んできたから、その都市化、多分都市化がすごく大きな問題っていうか、そのあのポイントだなと思っていて、みんなの話を聞いて、その都市化の中で
そういう自然観、もともとあった自然観みたいなものを排除して、もう自然をボーンと取っ払って建物だけ建ててみたいな。でその中で生活をしていると、いつも例えばさ、普段食べている野菜がさ、もうもはや自然なものだと思えなくなってしまう。だって生活の中で自然を目の当たりにしてないから、こうやって木が育っていく様子を目の当たりにしてないから、食べた時にそれは物質として捉えられなくなってしまっているっていうのが結構あるんじゃないかなと思っていて、その自然の恩恵だけを恒久的に受けられるんだ、私たちがいくら森を搾取しても、森を切り倒して切り絶やしてやっても、その恩恵はいつまでも受けていけるとか、その恩恵自体もあまりにも物としてなってしまう、財なんか財プラス、それでなんだろう、めっちゃ難しいねんけど、物になってしまっていて、なんかそこがすごく大きなポイントかなと思っているかな。だからそのエリーさんとかにあのお話でものづくりにさ心を戻すっていうのを言った時に、いや本当にそうだなと思って、その自分たちが食べているもの、作っているもの、持っているものがいかにして育てられているのかっていうところを、しっかり体をなんか体感を通してさ、あのなんか慈しまないといけないっていうか、しっかり触れ合わないといけなくて、なんかそれが自然との物質的な関わりではなくて精神的な関わりっていう部分になってくるんじゃないかなと思うから、そう、そうそうそう、聞こえる？そうだよね、聞こえた今、あのエリーなんて言った？エリさんなんて言った？いや、なんか全てのにおいて、なんかやっぱり心が置き去りになっちゃってるじゃん、待って、あ、来た、はい、いや、なんか全てのものさ、本当に今言ってたみたいにさ、こう心がみんな お肉を食べるとかさ、もうそうだけど、なんかあのパックに売られたお肉とかもそうだけど、その先になんか命があるとか、その先になんかその作ってる人のハートがあるとか、なんかそういう、 こう心が置き去りになっちゃってるじゃん、なんか全てのものが。だからそれが、なんか心でコネクトしないと、今私たちが訴えたいことって結局伝わんないじゃん、すごい遠い話になっちゃってるっていうか、どっか遠い森の話をしてるとか、どっか遠いの話をしてるとか、どっか遠い国の人の話をしてるとか、自分が住んでない県の話をしてるとか、なんかそういうことにやっぱりなっちゃってるなと思っていて、だからその気候変動の話をするときも、自分はなんかその、まあ、これから消費してくるとか、ものを自分たちが作るとか買うとか、そういう日常生活での自分たちのその行動がやっぱりその意外と遠くない、意外に身近なところで影響してて、なんかそれがすごいこうちりつもで、世界がそれで動かされてて、今すっごい変なところに動いてるって話をしたいっていつも思ってるんだけど、でもそれって本当に大きく予約すると、なんか世の中動かすっていうところにハートが全然入ってない、すごい受け取る側も作る側も、それ動かす側も、それ宣伝する側も、全部がなんか機械的に、流れ作業的に、なんかこう、なんか今までのそのシステムにのっとって、システマティックにこう、はいはい、じゃあこれね、これ買う、はい、これいらない、なんかこれはこういう風に作るみたいな感じでなっちゃってるから、なんかそこをそもそもおかしいみたいなのを、やっぱりどんどん言ってかないといけないよね、ね、うん、1位から私なんか1位からでした。なんかあのあれだよね、それこそすごい今思ったのが、あの一番自然を変えてしまえる力を持ってる人たちがいるのってコンクリートジャングルだよねっていう、はい、結局その三菱地所とか三井不動産とか、なんかそのあの資本主義の中でいうと、その一番土地を、ま、だから土地を財として、その財産としてコントロールする力を一気に変えてしまえる力を持ってる人たちが一番自然から遠いところにいるみたいな、あののが問題だったりとか、それこそ本当想像力の欠如かなっていうのをもうあの今コメントで書いてもらってるけど、やっぱり本当もっと違う形で想像ができる、自然との関係性の中もやっぱ違う想像の仕方に
変えていかないけるし、いかなきゃいけないんだなってのはすごい、うん、思う。うん、ね、なんか想像力って結局エンパシーだと思うのね、私。うん、でエンパシーを持てば、なんかその自分ごとにできるじゃん、結局その人の本当に感覚の真の真まで理解することはもちろん難しいけど、それが自分の身に起こった時に嫌だなとか辛いなとか悲しいなとかどうにかしたいなって思えることっていうのが、その大きな意味でその社会を良くしていくっていう根源の気持ちになるんじゃない。うん、想像力、隣にいる人を想像するとか、会ったことない人を想像するとかっていう、痛みも共有できる、喜びも痛みも共有できるような、なんかその心の模様のあり方みたいなのはすごく、本当に高変動とか政治とかもう全部を語るときにすごい必要だなって。人権とかジェンダーはもちろん全部そうだけど、うん、で本当にこの今起こってる社会問題って、これはいろんなところで言うけど、今言ったみたいにジェンダーとか貧困とか教育とか医療とか、なんか我々が今直面している社会問題って、でも結局そこって全部気候変動とか気候危機につながってるじゃん。そうなんだよ。それのなんかしわ寄せが全部その地球の今のその温暖化とか環境になんかどんどんこうエフェクトしちゃっているから。でもそれってなんかすっごい本当話しちゃうと、やっぱ他人の痛みだったりとか、他人を自分のことのように思ってあげる、まあ、人じゃなくてもいいやという環境のことでもいいけど、なんかそこの気持ちを育てていく、なんかそういうのがやっぱりいい社会だよねっていうところのなんかを育てていくっていうのも同時にやっぱりやっていかなきゃいけないなと思うよね。うん、なんかそう聞いててすごい、なんかなんだっけ、何をすごい言いたかったことがあるんだけど、うん、なんだっけ、これ絶対言いたいって思ってた、うん、なんかそうそうさ、想像力の欠如もそうなんだけど、私すごい妹と関わっててすごい感じるのが、私もそのなんていうのかな、海を名古屋の海見て一緒の海なのに違うってことでね、ああだって言ったんだけど、妹は名古屋の海が当たり前で、うん、この前その種子島の海見せた時とか、うわ、え、これ何？めっちゃ綺麗な水みたいな感じだったの。で、それって想像力じゃどうにもできないこと？知らなかったらどうにもできないことで、なんかみんなにもなんか結構私の一緒に考えたいのは、そのきっかけをどこで作るか？なんか想像力の前に始まる何かで、きっと対極の何かじゃないものがあるんだって、なんか、私も女性だし男性しかいないと思ってたら違うところに何かがあったとかさ、なんかそれって自分とは違うものではなくて、その違うベクトルに何かがあるっていう風に見ないといけないなっていうのと、そのなんていうのかな、そのきっかけがないと想像力も何もできないなっていう、なんていうのかな、意欲っていうか、やっぱり、うん、あ、なんかさっきの話で言うと、その勉強することが全てでもないし、頭がいい人が全てでもないけども、うん、そのやっぱりそれって音をたどっていくと、なんだろう、興味だったりとか好奇心だったりとか、うん、多分でそれによって得た何かによって、じゃあコンペアするものができたりだとか、なんか新しい知識を知りたいっていう、また次の好奇心が生まれたりとかして、人生がより豊かに広がっていく。でもそれってやっぱり成功体験がないとやらないことじゃん。なんかさ、まあ、例えば自然に接点した人たちが想像できないけど、うん、でも例えばさ、こうやって鈴鹿とか私とか、こう自然が好きな人と出会うことで自然に興味持って実践してみようと思えるから、やっぱりまず自分が大切だってことをやってるのを見せていくとか、うん、なんかそれにインスパイアされてやってみたら、その人が想像できる機会があるから、人を介して。で、私なんてさ、うん、超シティガールなのね、私、うん、俺もでも本当にコンビニが近くにないと不安みたいな子供だったから、おお、いや本当に俺もそうそう、でももう本当に、うん、機械に囲まれて都会の中で生まれて、で未だにそのなんていうの、土とか
海とか水とかにところでイエーイって遊ぶみたいな感覚って多分人より多分私とか薄いんだけど、でもやっぱりリリアンとかもそうだし、周りにそういう人がいて、うん、でそれでその気候変動とかを知ることによって、なんかその自然のこともきちんと考えられるようにそのなってきたし、なんかもっとその自分が生きてこなかった部分だけど、うん、なんかやっぱり人を介して人の視点や感覚からものを見ることっていうのも自分が経験してなくても得られることいっぱい、ね、うん、あるから、うん、だからシャガールもちゃんと考えられるようになりました。イエーイ、よかった。イエーイ、yeah. 自然し野生児だったことをアピールしようかな。そうだよ。ね、なんか、ね、なんかすごいなんか想像力の話で言うと、ただなんかやっぱその資本主義社会の中でそのメディアが映すものってやっぱりその目で見てパッと分かるものじゃないと選ばれないっていうのがさあるじゃん、一部でしかないんだ。そうなんか結局そのなんか閲覧数を伸ばせそうな写真とか人をなんか結果的にメディアが収益を稼ぎやすいようにするにはショッキングな写真が必要だみたいな話になってくるわけじゃん、うん、でってなっていくと、それこそさっき、まあ、エリさんが喋ってたみたいにそのなんだろう、例えば人権の話とか、それこそ貧困の人たちだったりとか女性が経験するその社会での差別だったりとかっていうものもすごい隠れてたりとかさ、見えづらい形で来たりとかさ、一言がものすごい大きな武器になったりするみたいな話になってくるわけじゃん、うん、っていう中でやっぱりそのなんだろうな、今の社会のその経済とかそのメディアとかのあり方ではそのなんだろうな、想像力まず知るっていうことができないぐらいその人々が受けてる暴力だったりなんだ受けてるダメージみたいなものが可視化されないっていうのがやっぱすごい問題だなって思ってで、なんかだからこそすごいそのだし、まあこうして声を上げているってこと自体もなんか、まあ、前回の話とつながってくるんだけど、なんか特権的だなっていうのとか、その都市で育てたってこと自体もすごい特権的だなってのも思うからこそ、やっぱその自分たちが反映されてない声を響かせていく、代弁していったりだとか、その人たちと一緒に話し声を届けていくってことがものすごい大事なんだなっていうのが、ね、なんかその特権的っていう話から広げちゃうとさ、うん、私もさ、まあ、こういう仕事してきて表に出ることしてて、でなんかこういう風な社会がいいと思うんだよね、こういう生き方がいいんだと思うんだよっていう発信をしてると、なんかエリさんだからできますよね。うん、エリさんだからっていうやっぱり前置きがついちゃうことがすごくあって、うん、でもそれさ、もう私の立場からさ、え、そうじゃないよとかっていうこともできるけど、わかる、私自身やることはできないから、うん、なんか、それ以上の研究ってできないなと思うんだけど、でもなんかそれこそ全てのところにいる人が、これが例えば特権的であったとしてもだよ、この5人が特権的なもう何かを持っているとしても、でもそれはそれで私たちの立場からしか言えないこととか発信できない内容があるし、その全てのもう人たちに全ての声が備わっていて、全ての作用する力が宿っているっていうことも本当はすごく言いたいの。だけどやっぱり私もいることもそこまで多分ないのかもしれないけど、でもなんかその特権があろうとなかろうと、どんな立場でいようと、みんながやっぱり声を上げていかないと社会変わんないから、本当にみんなが声上げてほしいって思うよね、うん、なんか本当になんか最近それですごいいろいろ人とぶつかったりすることも多くて、でもなんかすごい思うのは、その特にさ、私学校ストライキをした時に学校通ってない人がっていう人に言われたの。でもそれってで、そのそう、私もだから学校通ってるからなんかすごいなんていうのかな、裕福でとかそういうわけじゃなくて、私も私ですごく
他のさ要因がさ複合的に絡まってきてさ、いろいろあるじゃんか。だからそのエリさんがそうだとか、その特権だから持ってるからとか、なんか勝手にみんな決めつけてるのもあると思うの。それの中でも苦労してるし、私もなんか複合的になんか大学は行ってるから裕福かもしって思われるかもしれないけど、こう見えて長女でなんかいろいろ我慢してきて浪人できなくてとか、すごいなんかもやもやの中、大学通ってたりだとか、それが持ってるからいいよねって言われてる。そうじゃなくて、なんか、その人の中の人生、特権を持ってるからこうだって当てはめるんじゃなくて、その人の中の人生があって、その中の葛藤で、いろいろそういう特権を捨ててまで、そのストライキをするんだっていうのが、すごい大きいと思ってて、なんか、そういうのもあるなって思いながら、学校ストライキはしてたし、なんか、そうやって私も人を見てたなって思う、最近人とぶつかって超思った。だからなんかその人のこと、私が見えないから半分嫉妬だと思ってて、私はね、特に。だからなんかその人の世界を知りたいなってすごい、対話で知りたいなっていうふうにも思うし、なんかそれを共有できる平たい場が欲しいなっていうふうにはすごい思った。うん、思うところ。ごめん、なんか、はい。特権って一つの価値判断じゃ決められないもんね。いろんななんか、そうそうそう、いろんな軸があって、ここで見たときにこの人は特権やけど、ここで見たときにこの人は全然そうじゃないみたいな、まだまだみたいな。なんかそれをさ、例えば社会が価値が、なんかそれがなんだ、さっきの利益があるかないかとかで、その一つの軸で決めると、やっぱり今はさ、その、すごく男性がと男性の、まあアメリカでいうと白人の男性の年寄りの人が特権でっていう風になっていて、なんかそれだけでなんか軸を見ちゃうと、なんかどうしても分断を招いちゃうような気がする。どこのね軸でも特権は発生しちゃって、でもそれがフラットになんか軸とか関係なしにもっとなんかフラットな世界っていうかインクルーシブになったら、そういう特権とかも気にせずにみんなが輝いてられる。まさにエリさんがさっき言ったような、みんなの意見が大事だし、あなたの選択が大事だよっていう、てか、ね、どんな選択をしてもいいんだよねっていう、すごい優しい心のある社会になれるんじゃないかなって思う。うん、なんかさ、結局その全体、テスト東京コメントしてる。日本でだ。すげえ。誰なんだ。食べちゃうの？今 PCS の2人がここにいるので誰なんだっていう。変わらないかもね。構造や感覚がベース。いや、本当に確かに。それ今の社会ってさ、本当全て成り立つし、なんかあなたがいるところから始めるので変えられる、あなたがいるところも変わっていかなきゃいけないし、それを変えられるのってあなたしかいないっていうさ、のがあるから、なんか本当に私には変えられないわけよ。その今変えたいなんでもあの人みたいにはできないしって思ってるかもしれないけど、なんかあなただから変えられるその社会の周りがあって、それがどんどん、それは絶対的に必要なことなのね。だからなんかですっごい応援したいし、なんかそこ変えるために必要な何かあったらすごいサポートしたいって私は思っていて、だからなんだろうな、まあでも無理しなくてもいいわけ。なんかでも、なんだろうな、だから特権層の人たちだけのがやって変わるものでは絶対ないから、逆だよね。逆なんだよ、むしろ。そう、市民がやっぱりその、うん、変えるっていう力があるし、うん、その私たちの生活レベルを私たちのレベル、私たちの点で変えられるのは私たちしかいないから、なんかむしろその特権階級の人や一握りのこう権力を持っている人たちが変えられることなんて本当はそんなになくて、私たちがそれを促すっていうか、うん、私たちが見てるよって、eyes on you ってちゃんとやっぱり監視してるよっていうことを伝えることと、私たちがどんな未来を目指してどんな未来を望んでいるかっていうことをきちんと声に出すことで、上や大きなものが変わっていくっていう、まあ、それすごい成功体験なかなか得られないから難しいとは思うけど、でも結局だって1億何人たちだし、もう少しずつ起きてるよ。起きてはいるけどね、なんか昨日の長野県で、うん、声が届いて、うん、10% 以上になったし、ね、なんかやっぱり行動すると絶対変わるって、今の時代は特にそうだっていうのを言いたい。なんか今までは違ったかもしれないけど、
なんで今がチャンスかというと、もうそのトップでいろいろコントロールしてきた人たち、もうこのままだと成り立たないってことが見えてきて、なんか、やばい、どうしたらいいんだろうってなってるから、なんか意見を取り入れなきゃっていうか、なんかいろんな角度から問題解決を見ようとしているし、その時にやっぱ国民の声っていうのがすごく大事だって分かってきてるから、今こそ本当ね、今までできなかったかもしれないけど、できるよ、てかやんなきゃいけないしみたいな、うん、うんうん、あと、うん、一人じゃ、あ、うん、え、なんか今ばっかりちょっとやってもって思ってる人に、あの、うん、変えたいと思ったは一人じゃないよっていうのも、うん、うん、あと、まあ、なんか例えばその海外のその環境運動っていうのはさ、その特権層の人たちだけがやってきたものだったんだけど、今、うん、前回も話したか、この話か、ちょっと喋ったかな、ちょっと喋ったね、でもここでもシェアして、ここでも一応シェアすると、それこそその環境活動、環境保護っていう人たちは教育があったりだとか、自然を楽しむ時間がある中育ったような、家計の手がずっと声を上げてきた問題だけど、でもすごい公平とか環境それの打撃を受けてる人たちっていうのは有職の人だったり低所得層の人たちだったとして、でなんかだからその人たちがのリーダーシップが育つように、こうその人たちが声を上げられるようにってこう市民ムーブメントが変わっていったわけで、そしたらその特権層だった人たちは自分たちが見えてなかった世界をその人たちをサポートすることで気がつくことができたし、でその当事者のところからじゃあ立ち上がらなきゃってリーダーになった人が声を上げ始めたことによって、その自分たちとは無関係な、こうなんだろう、環境運動ってそういう人たちのものでしょみたいな、この自分の仲間だと本気になって取り組んでるか、じゃあ自分にも関係あるし自分もやるなって、どんどんいろんな人が取り込んで動けるようになってたっていうのがあるから、なんか私はそういう風にいろんな立場にいる人たちが声を上げていけるようになることをしたいと思うし、それはなんか地域社みたいだけど350の、環境企業でやってるひなこも、その気候変動基礎クラスの講師をどんどん育てようとしているのねって、中でそういう今までこう気候変動環境問題に立ち上がるアイデンティティじゃなかったような人の講師が生まれることを期待してるわけ。その人だからリーチできる人たちがいるから、でそれを全力っていうふうに考えていて、なんか大事な、もちろん自分だから、自分の立場だからできる人たちに常にこうやって一緒にやっていくのももちろん大事だけど、そうじゃない自分のアイデンティティとはちょっと違う角度に立ってるリーダーシップもどうやったら育っていくか、ケースの、うん、表面のハンガーストライキもそうだったよね、思うね、それの一種だと思って、ふむふむ、聞こえる、あ、ハンガーストライキもその一種だっていう話は今聞こえたよそしてキッチン行こうか、大丈夫です、なんか、お帰りなさい。ただいま。聞いてるんだよ、みんなのことは。共鳴のハンガーストライキって言って、私たちがハンガーストライキをしてるときに、24時間だけみんなやろうよっていう呼びかけをしたときに、100人近い人がやってくれたんだけど、なんか今はさ、そのまあリーダーを育てるとかね、なんかそういう人材を育てていくっていう話もそうだし、なんかやっぱりその、声を、持ってるっていう人が、まああれだけ、たった600人の人がやってさ、うん、でそれを SNS 上でまあシェアしたりとかってさ、でその姿を見せられたわけじゃん、多分それで、うんうん、その周りにすごい絶対さ、こうエフェクトだと思うし、なんかそのやっぱりコミットしたい、そういうことに参加したいって思ってる人はいっぱいいると思うけど、今回 PCS でやりたかったのは、そのもちろんそこに今日やりたいですって思った人が、私たちのプラットフォームに名前やあの写真やメッセージが
乗るっていうことで、よりなんだろう、自分たちが参加できてる感覚を得られるようにしたかったし、うんうん、声を上げられるっていう場所を一緒に作っていきたいっていうふうに思っていて、だから今ひなこがやろうとしている350の講師もそうだし、その人しかエフェクトできない、その人にしかできないことを、そのプラットフォームを作ってあげることで、なんかその人たちが活動しやすくなるとか、で PCS で、その私たちの気持ちにすごい賛同して寄り添ってくれてるけど、で何かしたいっていう気持ちがあるのに、そういう私たちがヘルプしないわけがないっていうかさ、うん、だからそうやってなんか自分たちも声を上げるけど、なんか一緒になんかそれをこうサポートしたいって思ってる人たちの声をきちんと一緒に発信できるようなやり方っていうのは、本当もっとどんどん、むしろそこを強くきちんと考えてやっていけたらいいなって、この前漫画ストライキをやった時にすごい思った。なんか一緒に声をできる場を用意するっていう、うんうん、なんかそのなんだろう、今言ってたことで、それこそその人だから喋れる言葉があるっていうことって本当にそうだなと思って、なんかちょっとテクニカルな話になるけど、気候変動コミュニケーションの本を読んでて、うん、多分日本語にまだ翻訳されてない Don't even think about it っていう、なぜ私たちは気候変動のことを考えることができないのかっていうテーマの本なんだけど、その中でもその人はファクトじゃ動かないっていう、科学的に気候変動こうやばいんだよって伝えても動かないんだ。じゃ何で動くかっていうと、なんかそのあれ絶望的にしたいわけじゃなくて、エリさんのさっきの話につなげると、人々が何で動かされるかっていうと、自分と同じ価値観を持ってる人のメッセージに動かされる。同じ、この人と私は同じグループだっていう、同じ集団にいるんだっていうことが感じられるメッセージだったりだとか、それこそそのなんだろうな、その人がすごい大事にしてる価値観とに響くようなメッセージングにしないと通じないんだっていう話があって、だからこそそれだから例えば俺とか鈴鹿とかカズとかが喋りかけて通じる人もいれば、絶対これを見てくださってる人の中で、そのあなただから伝わる人が絶対いるはず。そのあなたのお母さんには経験してるものとか、なんだろうな、その人と共有してる経験をベースに話ができるわけだし、例えばそこに行った時の旅行の覚えてるとか、それあの時に見た景色覚えてるとか、それこそそのなんだろう、例えばキリスト教の人たちに科学の話をするよりも、キリスト教の教えを踏まえてもこうなりますよねって伝えた方が絶対聞くに決まってるってみたいな、そうだし、だからそれこそそのあなただから伝わる言葉があるし、あなたその見てくださってる人がその話を伝えようとする相手に伝えるときに、私とこの人が共有してる価値観ってなんだろう、同じどういう言葉ならこの人に伝わりやすいのかなっていうのとかを考えながら伝えるってことだけでもものすごく変わっていくっていうことがあるんだよっていうのをちょっと伝えたかった。それがやっぱ言葉とかにハートが、ね、あるかどうかっていう話だよね。なんか温度感、うんうん、そうだね、ハートがあるか、なんか純粋、私がその発信するとき、友達に言うときとか、単純にもその友達である時点であなたにハートがあるし、なんか、うん、それハートがあるわけであった。私はこれすごいハートを感じてるんだって、こう変動が。だからさ、もうなんかそれだけで十分だから、なんかそんな詳しく分かってなくて、響くと思うよ。難しくて。はい、はい、じゃあ、どうぞ。なんか本当でもその価値観って広げられることは全然可能、自分ってこうだからっていうことじゃなくて、本当それが私はフライデーズにジャパンを、まあこういうプラットフォームを作ってすごい思うことで、最初はさ本当にさクライメートリアリティで集まった若者で数人でちょっと作らないって話で始まって、なんかそれからどんどんいろんな人が今入ってきて、2年でこんな大きくなるとは全然思ってなかったし、2年まだ経ってないんだけど、でその時に思ったのが、そのいろんな人と出会って価値観がちょっと遠いけど
聞いてみれば、あ、そういう価値観あるんだと思って、なんかだんだん、ね、なんか近づいていくっていうのは広がってって、でもなんか最初近かったんだよね、きっと特にリリアンはさ。会った時にさ、うちらさ、何の自己紹介もしないでさ、私つか、私リリアン、一回インスタ交換してみる？うん、なんか、うん、そんなノリみたいな感じで、なんかすごい近しいものを感じたって、ほんとそういうことで、一緒に声を上げれば、なんか絶対大きなものになるって思ったから、うわー、なんか、通じてる今ってすごい嬉しいって思った。なんかいろいろね、でイサオも今なんかこうやって自然の話とかもできるのも、なんかいろいろ価値観がいろいろ広がって、価値観っていうのかな、そういういろんなねのが増えてって、なんかそう、この前堀越さん、なんか議員さんと話してて、感動、感情をに動って動かされるが感動って言ってて、ああって思ってて、うん、確かに、なんかそういう意味でなんか、うん、そういうのも伝え、ファクトベースだけじゃないっていうのが、どっちも駆使してやっていくっていうのが、信頼性もそうだし、それとなんかプラスでっていうのもあるなっていうふうにすごい思ったっていうことを伝えたかった。うん、そうだね。うんうん。うん。カズーどう？そうね、それこそ共通項っていうか価値観を広げることって大きく、その僕もさ、あのここにあるんやけど、実はなんで人々はその気候変動について、あの考え、気候変動について考えようとしないときに果たして何を考えているのかみたいな本があって、これも気候コミュニケーションに関する本なんやけど、そのメッセージを伝えるときはストーリーで伝えた方がいいっていう、ナラティブで伝えた方がいいっていうのがあって、だからさ、今さ、例えば世の中を見てみると、宗教とかってストーリーじゃん、多分その神話って、あの例えばキリスト教がめちゃくちゃ広まってんのは、そういう、なんだろう、あの、なんだろう、そう、そういう神に対しての関わりとか、そういうストーリーでなっていて、ギリシャ神話とかもそうで、なんかそういう私たちの共通項を全て含んだ将来のビジョンのみたいなところをすごくこれから発していって、私たち何を求めてるのか、どんな世界がいいかなっていうことをすごく対話を通してやって、その辺の価値観を共有しながら広めていくっていうところが、あのこれからできるんじゃないかなっていう、それは大きいレベルだけじゃなくても、小さい友達とかと一緒に話したり、あの一人で別に考えるのでも全然いいから、そういうことができるし、それはな、人間だけじゃなくて自然との関わりの上でも大事かなと思っていたりします。なんか森を歩いて鳥たちがどんなことをこうなんか会話してるんだろうみたいなところに、こうなんか意味はなく、意味はないと、なんだろう、意味があるものだけが価値じゃないけど、うん、そういうものになんか思いを馳せてみるっていうのもなんか大事なことかなって、ごめん飛躍したけど、そういうことをみんなの話聞いて思いました。できることいっぱいあるなって、心の余裕がないなくなった、そうそうそう、あ、でもなんかそのストーリーでよく言ってたのは、なんか人間ってそれこそ 何万年ってさ、もうストーリーで、うん、文字とかもない時代からね、ストーリーを通して伝授してきたし、うん、だからなんかそれがやっぱ自然に一番インプットしやすい要素なんだよね。だからなんか、うん、そういう意味でもストーリーって大事なんだよ結局、うん、じゃあなんか文字、ストーリーとか先住民の人たちとかはやっぱりストーリーとか歌とかで、うん、じゃん、だからなんか何かこういう大事なことを伝えると自分にとってのストーリー、自分の気持ちと一緒、そうだね、うん、こういう時に私たちのそのカルチャー部門の人たちができることいっぱいあるな、なんだよ、もうカルチャーめちゃくちゃ大事、うん、いや、なんかちょっとコロナで、ね、とかに関してもさ、すごく映画館とかすぐ閉められたり、うん、それに対する支援がなかったりっていう、カルチャーがめちゃくちゃなんかないがしろにされてるなってすごく感じて、でも僕たちの思考とか作ってんのカルチャーやのに、そこないがしろにしていいんかとめちゃくちゃ思ってしまうから、なんかそこの重要性っていうか社会への役割っていうところをもう一回再認識して、みんなでカルチャー的なものをなんか心を通して大事にしていくっていうことが本当に必要だから、うん、って思うと思います。自分ももっとやって聞いたけど、なんかこの気候のにその自分の生活をシフトした時に、なんか全然違うものっていう感じがしなかったのね。で今家族もやっぱりこれもクリエイティブの一つだし、あのカルチャーを作っていく、まあ、今までにもあったものだけど、より新しいそのカルチャーを私たちが今作ってるっていう感覚がすごいあって、でなんかすごい大きいのさ、クリエイティブ、なんか地球や
私たちの価値観や生き方をもう一回さリモデルしていく、リニューしていくっていう、もう壮大なクリエーションだ、ね、でもそれって私、まあ、私の人生でやってきたこととそんなに相違がないっていうか感覚だから、よりなんか PCS の時もそうだけど、音楽やってる人とか妖怪人とか何かで表現をしてる人っていうのはどんどん巻き込んでいきたいし、巻き込んだ結果すごくなんていうの、いい作用があったなっていうふうに思っていて、でその出てくれた人たちもよりそのそれを感じてくれたと思うんだよね。なんか自分がやってる表現が直接的にやっぱり作用するっていう感覚を得てくれたと思うし、だからなんかね、あのもともとクリエーションやってた人もそうだし、今こうやってその新しい社会にコミットしていこうっていう人たちも、これもクリエイティブの一つだってね、カルチャーの人たちの一つなんだよっていうことを、なんかその部分もちょっとストーリー性、今言ってたストーリーを含めて、なんかなんだろう、そういう話もできるとすごくいいね。うん、確かに、いやそれが特に必要だと思う本当に、なんかそれが多分なされてないっていうのかな。なんかやっぱ気候変動ってなると本当科学とかビジネスとか経済の話みたいになってしまってる、じゃなくて、なんかもっとそのなんだろう、こうありたいよねとか、なんかこういう価値観大事にしていきたいよねとか。だってめっちゃかっこいいことなのにね、ね、本当にプロダクティブっていうかすごい生産的じゃんこれって。そうだし、いやめちゃくちゃなんかすごいかっこいい気候変動を乗り越えた社会をなんか作るっていうのも超デザイン、でかいデザインだし、クリエイティブ、もうなんかマッチングしたい、そういうクリエイターの人とその情報を持って、いやなんか本当にすごい気になるんだよね、そういうクリエイティブの人たちがさ、どんな未来をあの例えばかも考える、なんだろう、機会がなかっただけだと思うんだよね。なんか、ね、そういう人たちに考えてもらったら何が出てくるんだろうみたいなのがすごい気になる。いやなんか私もさ、なんか私の話してはあれなんだけど、なんか聞きたい。自分もさ、物を作る仕事って最初はすごく、まあ、いわゆる大量生産とかというの量とは違うかもしれないけど、やっぱりその見込みで会社としてどれぐらいの利益が上げる必要があって、だから逆算してこれぐらいの量を作らなければならない、これぐらいの価格帯でこれぐらいの量を作らなければならないという逆算で物を作っていたんだよね。でもなんかそれがやっぱり違和感がある、おかしいなっていうふうに思って、今あの、まあ、材料のこともそうだし、そうや自分の作るマインドもそうだけど、もう全部リセットしてリモデルして、なんか次の作っていく社会ってどういう風なんだろうと思った時に、なんかそれを変えていく作業ってめちゃくちゃ超生産的だし、すごいなんだろう、自分自身も成長できたし、あと結果その新しくしたことでなんか自分が今まで別のところで悩んでたことだったり抱えてた葛藤みたいなのが全部解消されたわけ、そこで。でそれってやっぱり物事をすごく自分で複雑にしていたし、何かこうでなきゃいけないみたいなものに縛られた結果、自分自身に悩みをすごく与えていたんだなっていう。確かに作業だった結局、そのなんだろう、自分に対してどういうことが、人類に対してみんなに対してどういうふうにできるだろうとかっていう話ってあったはずが、結局は自分を解放することにもつながったし、なんかそれってすごい、いやマジで本当に生産的でしかないっていうか、だからでもそれをこう構築していく作業っていうのはクリエーションだし、より自分が何を作りたいか、どういうものを生み出したいかっていうところにフォーカスオンしてるっていうことと同時が、だからそのクリエーションも置いてきぼりになっていないし、なおかつその、まあ、自分にとっても受け取る側や、まあ、大きな意味で言えば環境負荷を軽減しているっていうところにもつながっていて、だからそれは私は今お洋服とかものづくりの話してるけど、それはなんかその社会のあり方だったりとか政治だったりとか、いろんな
社会問題も全部そうじゃん、多分今私たちが話してたことって。なんかあの結局なんだろうな、大きな話に思えるけど、個人個人がもっと自由に楽に楽しくなっていく世の中を目指したいっていうさ、うんうん、でそれってなんか解放、これはこうしなきゃいけなくて、でもあれはこうしなきゃいけなくてっていう、なんか目の前のなんかそのレギュレーションだったりを変えるっていう、なんかこうなんだろうな、ストップしちゃう要素っていうのは分かる、それも分かるんだけど、でもなんかでもその先に絶対いいことしかないんだよなっていうことを伝えたい。でそれは自分の実体験として得たことがあるから、それを軸になんかそれを話していきたいなっていうふうに思っているんだけど、でも本当になんかやっぱり最初に言ったものづくりを人間がでいくのは、人間が得られる持ってるクリエイティビティってギフトだから、物を作るとかだけじゃなくて想像力だったりとか、何かこう概念を作り変えていくっていうところがコミュニケーションだから、なんかそこをねみんなでこう一緒に作っていたいよね。一人一人がクリエイターだね、うん、本当にそう思う。めっちゃワクワクするよね。なんか4分くらいで2時間話すんだけどさ、うっそ早っそんなことないね。これやば。でももう2時間ぐらいだよ、9時からだから、ね、だよね、うん、10時からやんな。あ、ごめん、こっちの時間でいいっすさあ、ごめん、ごめんごめん、そうだよね、やばマジで。その人の人生を、に触れるっていうことがいかに大切かっていうのが見えた、またうん、エリさんが今私のこと話しちゃうけどって言ったけど、あの私のこと話すのが一番大事でと思って、僕やからってエリさんやからって、あのリリアンやから鈴鹿やから伊沢やからって、そのバックグラウンドに触れることで、この人たちはどういう生い立ちでどういうコミュニティにいて、どういう価値観を大事にしててっていうので、例えば何か決断を下すときに、その人たちと話してないと自分がなんか変な違う決断をしてた可能性がある、うんうん、だから今みんなが言ってる発言とか、その価値観を共有するっていうことが自分の価値観にも影響をして、その価値観を広げて、例えば何かするときに、私はあの人になり得たかもしれないよなっていうところで行動に移るような気がする、うんうん、で、そうそう、自分特に、うん、気候変動に取り組む上で大事にしてるのは、なんか災害とかのニュースがあったときに、うん、僕はもしかしたらこのなんかすごい変かもしれないけど、一般的になんか例えばこのオーストラリアで燃えてるカンガルーでとして生まれてきてたかもしれへんとか、あのそうアフリカ、そうアフリカの方で干ばつに苦しめられている農民に生まれたかもしれないっていう、そのだったそうだったかもしれないっていうのがなんか明らかにあって、なんかそういうところに実際そうやって被害をあった人に話を聞いたり、なんか価値観を共有することで初めて芽生えるものであるかなと思うから、やっぱりこういう時間をすごく大事にしたい、ずっとずっと、ね、うん、うんうん、そうだよ、みんながみんなで自分のそれぞれのことをシェアできるっていうのが大事だね、うん、うん、あそれ それな、確かに。やばい、私たちのこれは、リリアンのところにもアーカイブされるし、PCS のウェブサイト、YouTube の、アーカイブにも乗ることになるので、あのインスタだとさ、その IGTV を開いたと、ね、聞くのがちょっと難しいから、この長尺をなんかインスタグラム上で見るのってちょっと難しかったりすると思うんだけど、 YouTube だったらあの流し見も音声だけ聞いたりとかもできるから、ね、倍速で聞けるしね。そう、もし途中から聞いたらね、なんか時間があるときに耳だけでももう一回聞いてもらえると嬉しいね。嬉しいです。本当に、うん、やばい、もうなんかすごい、なんかやばいわ、ごめん、もう今語彙力がない、言語力と。やばい、あんなによく食べてやばいわ、ちょっとやばい、まだ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 いけんな、でもまだまだいけるね、第3弾第3弾、うんうんうん、確かに ねやば
やばい、ごめん。あの、私がやばいって発したことで、みんなの語彙力もと言語力も奪った気がする。いやいやいや。でもなんか本当にそうよね。なんか、それこそこれ見てる皆さん、前も言ったか。なんか、なんかあの、自分、ね、自分だからなんか感じられる幸せとか絶対たくさんあるはずだし、うん、そうなんか、ね、日常の中で幸せって感じることなんか、いや、しょうもねえなとかって、なんか、つい思ってしまうけど、なんか、そういうのを大事に、なんか、ね、なんか自分は何が幸せなんだろうなとか、なんか自分はどうしたらもっと生きやすくなるのかなみたいなことを、なんかもっと自分の感覚とか自分の感性に、うん、あの、立ち戻って、ね、今日も過ごしてほしいなってすごい思いますね。実際お質問、なんかさ、でもマジいろいろでもとは言ってもやばいことが起きてマジ残念焦るみたいなあるんだけど、うん、どう向き合ってるそれに対しては、どうしたらいいの、え、やばい時、そう、気持ち的にやべえ、マジ動かないとみたいな、焦ってる、やばい、やばい時、やばい、え、やばい時寄稿してる、あ、気候 ね、 ね、やったね、てかコロナ時やってたね、一緒にやってた、やってた、okay。 なんかでも瞑想したり、でもなんかきつい時は本当にもう休むしかないと思う、正直、うん、なんか無理してそのできない、そう、すごい俺も一回すごいバーンアウトして、うん、あのきつ系じゃなくて単純に社会変えるのにこれもあれもあれもあれも、ああ、そういうことか。とかあって、そのうちの1しかできない日々っていう。はいはいはい、そういうことか。そういう状況、そういうメンタル。確かに確かに。カズ、結構今一緒ではない？なんかいろいろ学びたいってこの前言ったから。うん、ごめん、いいよ。いや、いいよ、さっき。いや、ただ、ただ、イサオ、そう、一緒だよね。ただ、イサオいいよ。ああ、そういうこと。いや、なんか、うん、でもなんか俺も言ってそうだけどね。なんか、できる、で、やりたい、やんなきゃいけないこととか、できるべきことがすごいたくさんありすぎるみたいなのは、すごい思うけど、なんだろうな、なんかでも結局なんか自分だからできることもあるし、多分今日一日それしかできなかったみたいなのも、確実に多分意味はあるわけだから、なんかまた明日もっとできるようになればいいのかなっていうふうに。なんか多分攻めてしまうのが一番、なんか攻めてしまってモチベーションが下がって、あのよりアクションができなくなるみたいなことの方が、あの正直なんか長期的に考えるとなんか逆にマイナスになってしまうなとかも思うから、もうなんか責めずに今日はよく頑張ったっていう、でも今日も頑張ったし、あのなんだろう、ね、といっても俺も全然できてるわけじゃないんだけど、あのなんかそれタイミングタイミングで自分をちゃんと大事にしていくことが超サステナブルなのかなって、うん、そうだね、なんかバランス、うん、なんか心の中のバランスを取るのがすごい自分も難しいなって思うあって、なんかその自分は仕事があって気候変動のこともあって、でも今だと政治のプロジェクトもうすぐ選挙だからもあって、やっぱりそれぞれに対して自分がやりたいことみたいなのがある中で、でも気候変動ってもうこの1秒1秒進んでいて、なんか指から砂がこぼれ落ちてるような感覚っていうか、焦り焦燥感みたいなのが常にあって、なんかでも自分のメンタルをケアしなきゃいけないみたいなのもあって、うん、でもやっぱりいつもそのバランスを保ててるわけじゃなくてさ、自分のことしか考えられない時もあるし、なんかこういう気候変動のことになんかはあっちゃう、仕事のことがないがしろになっちゃう時もあって、なんかすごい自分も自分で自分を責めちゃう時ってすごく多くて、なんかあれもね、気候変動のことだけじゃなくて、なんか全部をちゃんとやりたいのに、なんか全部結局なんていうの、自分の持てる力って 100% じゃん、でそれをやりたいことがあればあるほどさ、ここには 15% で、ここで 25% で、ここには 7% みたいな感じになってさ、結局全部 100% ないみたいな。でもその自分の持ってる 100% を、まあ、分配しても 100% 使い切ってるっていうところに自分は
なんかまあ、自分をメンタルをケアしてあげるっていうか自分をケアしてあげるってところにもそのパーセンテージを使ってで合計で 100% 全部使ってるっていうところをちゃんとなんか褒めてあげるっていうかなんか自分を認めてあげるみたいな感覚を持ってないといけないなと思うんだけど たまにやっぱりそれをやっちゃうっていうかでもやっぱりその 100% で生きてるっていうところはやっぱり評価に値するし自分を褒めてあげるっていうことは今自分で自分に言い聞かせてる言いながらあとなんかちょっと違う視点からその褒めるっていうのもすごいわあそうだよねって思うんだけどあともう一つその逆に溢れてしまったものをどうするかっていうふうに考えた時になんか人に伝えるのがいいなって思ってて私こういうことやりたいんだよねああいうこともやりたいしそういうこともやりたいってなったらもしかしたらその人得意分野だったりして叶えて私じゃなくても叶えてくれるかもしれないって思っててそういうなんかプラットフォームが絶対どっかしらにはあるそれかはもうその誰でもいいと思うのそれをちょっと誰か伝え一回もなんかさ絶対この人やってくれないんだろうなとか思ってもこういうことなんだよねとか例えばなんかさ SNS でつぶやいてみるとかさそしたらなんか実現しちゃったみたいなのがさあるかもしれないからなんか至る所でつぶやいてみるとか、うん、なんかあのツイッターでつぶやくとかじゃなくてなんか電話してみるとかなんかそういう意味でずっと私昔しそうにずっと電話してた気がするってで、ね、お互いなんか次の日あちなみに明日テストなんだよねって言ったらお互い俺もなんだよねみたいな明日面接だわみたいなそうそうなんかそう 100% 私たちもなんか勉強もあったしなんか 100% じゃなくてあーってなってたけどなんかお互いならできてもしかしたらそのなんていうのジャパンをやる前になんか相談した人もたくさんいたしそういう人になんかヘルプをなんか一回投げかけてみるとか絶対叶えてくれないかもなと思っても投げかけてみるっていうのはすごくいいと思う、ね、いうこと大事だよねつながってほしい人がいるって、あぜひ、うん、えぜひお腹すいたあのそう私ね一応ねリップには絶対あのメッセージ来た人にはあのなんか変なこと聞かれない限りつながるようにはしてるのでぜひあの送ってみてくださいあのみんなにもフライデーズやりたいと思ったらつなげるし全然一緒にやるしね待ってるよみんな全然待ってるよみんなお腹すいたかな俺も夜中のように腹減ってきちゃったね今から豆乳シチューは食べないとなとか思ってたじゃあ解散はいはい、早い早い急に返せんでるみんな良い一日をそうだよね良い夜をてかもうなんかありがとうすごい楽しかったしなんかすごいなんか全てのなんかモヤモヤが一回解き放ってなんか頑張ろうって思えたいやキャンキャンね本当にみんな本当に頑張っているうんうんもう頑張らなくてもいいよね。なんかそう、頑張らなくてもいいね。頑張らなくてもいい。頑張ることはいいんじゃないか。もうもうもう。そうそうそう。ゆっくり。うん、みんないい子。よかった。大好き。いや、ありがとう。いや、マジラブ。よい。ありがとう。また、いや、どうね。うん。またね。じゃあね。ありがとう。見てくれた人もありがとうございます。ありがとう、皆さん。長々と。じゃんねー。皆さん、良い一日を。良い夜を、イサオは。じゃんねー。